どうも、北海道トラベラースングスムムリクです。今回は今月の9月1日にオープンしたばかりの北海道最新の道の駅を紹介します。場所は札幌から旭川方面へ向かい1時間くらいです。さあ、ということで、こちらが今月の2日にオープンした道の駅275月形やってまいりました。まあ、275っていうのはね、すぐそばの国道が275号線ということで、こういった名前がついてますね。そしてこちらには、以前紹介した月形温泉ゆりかごさんがあります。まあ、多分中リニューアルされてるんでしょうかね。またちょっと後で行ってみたいと思います。まあ、その前にね、ちょっと道の駅どんな感じになってるのか見ていきたいと思います。以前はね、この日帰り入浴施設、宿泊もやってるかな、の前とその奥側に駐車場があったんですが、今こちらに、まあ、新しくトイレ、そして駐車場もかなり広くなりましたね。こんな感じで、温泉、そして食事、そして内部道場、こちらがバンガローのキャンプ場ですね。そしてパークゴルフや釣り、サイクリング、まあこういったねアクティビティもできる道の駅となっているようです。で、温泉に関しては前、動画で札幌近い温泉という動画で紹介してます。まあ、今回もう一度入りますが、まあ、そちらの動画もねぜひご覧いただければと思います。トイレも今入ったんですが、当然ながらかなり綺麗です。月形町の案内もありますね。まあ、この辺りはかばとという地名もあって、博物館もありますね。で、このかばとには、こちらも以前動画で紹介したかばと製麺所というめちゃくちゃ美味しいうどん屋さんもありますからね。ちょっとあちら堤防というか河川敷みたいな感じになってるんです。そちらもちらっと見てみましょう。そしてこちらにキャンプ場の受付があります。さあ、では温泉入っていきましょう。
さあ、温泉入ってきました。二度目の月形温泉ですね。いや、なんかね、前回入った時は真っ黒な湯の花がいっぱいっていうね、話をしてたと思うんですが、今回はね、白っぽい湯の花がいっぱいで、まあ、黒い湯の花はね、ちょろっとだけでしたね。で、もちろんね、浴室も大幅にリニューアルされてて、まあ、大きな浴槽とね、小さめの泡風呂、そして水風呂とあって、まあ、大きな浴槽は42度に設定されてましたね。あと露天風呂はね、体感 40.5 度ぐらいのお湯でしょうかね。で、弱アルカリのすべすべさと若干塩気のあるお湯でね、めちゃくちゃ温まるというとてもいいバランスのお湯でした。体が温まるんでね、露天風呂でもちょっと風が強かったんですけど、それがね、ちょうど心地いい感じで、まあ、なんでね、この秋ぐらいがね、やっぱちょうどいい時期なんじゃないでしょうかね。で、キャンプ場も隣接していて、まあ、そういった旅人にもね、とてもいい道の駅と温泉なんじゃないでしょうか。そしてね、前回来た時に気になってたジャンボ焼き鳥、これね、今回もちょっともう完売ということで、閉店してしまってたんですが、まあすぐ近くにもね、行列のできるうどん屋さんもあるんで、まあそういったね、グルメと温泉を楽しむのもいいんじゃないでしょうかね。まあ平日ですけどね、かなり賑わってる感じでしたね。ということで、最新の道の駅275月形、ぜひ皆さんも来てみてはいかがでしょうか。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。